こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日は、卓球のね、水谷選手、不正を許さないという記事を読んで、まあ、ちょっとね、オリンピックってものが、まあ、どういうもんか、あるいは、海外の人と競う、ね、アマゾン輸出で、まあ、正々堂々とかね、オリンピックを日本人が思う理想とするような姿で戦ったらどうなるか、まあ、それについてシェアしたいと思います。まず、まあ、卓球のラバーで不正があってですね。で、水谷選手はもちろん、その不正は許さないと、ね。ところが、みんな不正をしてる。で、不正を取り締まるね、仕組みになってないというのをいろいろ告発してきたということだそうです。これ正直ね、アマゾン輸出でも同じようなことをやる方いるんですけど、こういうのが正しい姿だと。まあ、とうとうと、まあ、協会とかね、に言っても、まあ、うるさいなと。ね、別に、不正って言っても見抜けないんだったら、勝ちたいならやりゃいいじゃんというのがね、その卓球協会とかの、自然な反応だったんじゃないのかなと思います。まあね、それがどういうことなのか、まあ、気になる方は、この、Facebook ページのですね、リンクをご覧になってみてください。もう、巧妙でね、巧妙っていうか、その、まあ、取り締まる気がなくてね、取り締まってない違反を、取り締まれと。ね、正々堂々と、やりたいというのを訴え続けたみたいですけど、それが通らないんで、卓球やめちゃったということですね。で、まあ、日本的にはそれでね、まあ、スポーツマンシップとかいうことでいいのかもしれないですけど、まあ、例えば、世界に目を転じると、まあ、サッカーの世界ではね、サッカーの神は手でゴールを決めたと。これは有名な話なんですけど、まあ、もしかしたら若い人とかはね、知らない人いるかもしれないんですけど、サッカーの英雄、マラドーナ、ね、ワールドカップで手でゴールを決めたと。ね、ヘディングと判断されましたけど、まあもうはっきりと手だった。まあ、これが日本の、まあ卓球のね、さっきの水谷選手のように、あるいはまあ日本人の理想とするそのスポーツマンシップにのっとり、まああれ実はね、ヘディングじゃなくてハンドでしたということをもし、言っていたら、まあ当然得点できなくて、アルゼンチンは勝てなかったと。まあ、そしたらきっとマラドーナは、生きてなかったと思います。ね、ワールドカップで、オウンゴールとかね、あるいはね、今回の、まあ、一度ヘディングと認められたのにね、手でしたなんて言って得点が取り消された。そんなことをしたら、おそらく、まあ、帰ってきた早々にお亡くなりになってたんじゃないかなと思います。まあ、これもそういう事件がありましたんでね、わかると思います。まあ、調べてみるとわかると思います。で、卓球、まあ、日本だとね、そのルールを破りたくないと。ね。ただこれね、暗に、メーカーも、まあ、ルール破っちゃえばというのを進めてるぐらいですから、ルールとしてはあるけどね、みんながその守るべきものだとは認識してないと。だけど水谷選手はルールを守りたいということでね、不正を告発してるんですけど、まあ、果たして、じゃ例えばね、負ければもう生きていけないと。ね、負ければ収入が減るとかそういう次元の問題じゃなくて、負ければ本当に生きていけない、殺されちゃうとかね、いう国が、世界にはいっぱいあるわけですね。で、そういう国で、果たしてね、バレないルール違反をできないと、ね、ルールが決まってるから自分はそこまでして勝ちたくありませんなんていう選択肢があるか。まあ、そう考えればね、まあ、このルール違反っていうのも、まあ、仕方がないというか、ね、破れるルールは破っちゃうっていうのが、今のオリンピックとかね、世界競技の、まあ、普通の共通認識なんだなというふうに思います。まあ、日本はもともとね、伝統的にというか何というか、闇市の米は食えないと言って餓死した人もいるぐらいですから、まあ、こういうのを良しとする、まあそういう風潮はあります。まあ、遺族の方だからこれを見ることはないんでね、多分見ることはないと思うんで言うと、まあ、日本だとこれね、裁判官でね、いくらでも闇米が入るのに食べられなくてね、餓死したっていうのは美談として取られますけど、これおそらく、他の国だったら、単なる、犬死にと、ね、いうことになると思います。食えるもん食わなくて死んだと、それ自殺だねという世界ですね。で、まあ、もっといい、まあ、その、まあ、精神構造はいいんですけど、まあ、アマゾン輸出を教えててですね、日本輸出、日本製品を輸出しているのは、もう今や日本人だけではないです。中国人の出品者もたくさん増えてます。
そういった中ね、日本やね、アメリカの法律、あるいはアマゾンのガイドラインは、本当はこうなってるというのを解いてですね、その通り全部遵守してやると、全く儲からないです。儲からないっていうか、輸出そのものはできなかったりします。ですので、テンバーアカデミーで教える内容は、正直グレーなことも教えます。というより、むしろね、サポートしていく中、ね、私がその法律なり何なりの、破っとどうなるか、罰則どうなるか、バレた人どうなるかっていうのを、いろいろ見てですね、3つのポイント。ね、グレーだけどバレる心配が少なくて、問題がないは実行した方が儲かると。ね、バレても問題がないんだったら実行した方が儲かる。まあ、これはもう、破っちゃいましょうと。ね、決まり作ってる方も守るなんて期待してないよと、ね、いう決まりが結構あります。まあ、それは正直破っちゃった方が全然儲かりますんで、それは破る前提で教えてると。ね、聞かれたら、これこれこういう理由で破ってますというのもお答えしてます。で、逆にね、逆にというか何というか、ありがちなのは、やってる人は多いけど、摘発された時に深刻な事態になる行為はしない。これね、コピー商品とかライセンス違反、ね、この辺のこと、まあ特にそうなんですけど、あと、性能の低いね、検査を通ってないようなものを、売って事故になったとか。バレた時のね、ダメージ、バレる人は少ないけど、バレた時のダメージが非常に深刻なもの、これはもうしないようにと、ね、やって儲けてる方にもやめましょうという話をしています。それはなぜかというとね、小銭儲けて大金失ってしょうがないからですね。あるいはね、ちょっとお金を儲けようって言ってね、前科ついちゃったらシャレにならないんで、それはやらないように、ね、厳しく指導しています。で、もう一つあるのがね、決まりはないけど守らないとまずいことになる行為。これはね、決まりを守ってりゃ大丈夫と思う、精神構造というか思考回路だと見落としがちですけど、決まりはないけど守らないとまずいことというのも、あります。まあ、これはね、破ってしまうというかね、破る、破らないも問題はないんですけど、本来問題ないはずなのにやってしまうとね、儲かんなくなる行為、これもあります。まあ、この3つを教えてるんで、まあ、皆さん、スムーズに儲けてると。で、逆にこの3つを知らずにやると、なかなか儲からない。そしてこの3つはね、サポートしてる、私から聞かないと、なかなか、知ることが少ないと。何十人もね、サポートしてきて、で、決まりをちゃんと守ってんのにね、ひどいことになっちゃった人。まあ、決まりを全く守ってないのに全く問題ない人。まあ、これ両方知ってるからね、サポートできる範囲なんで、転売アカデミーで教える内容はグレーなことも含めて効率よく儲けるための方法を教えてます。これね、まあ、さっき、まあ、卓球のね、そのルールは必ず守るべきだと。ね、ルールを守ってれば、きちんとしたやり方をしてればいいことがあるという思考回路だとうまくいかない世界もあって、まあ、スポーツはね、日本人の場合はそれぞれの捉え方でいいかもしれませんけど、まあ、世界、ね、アメリカで世界の人たちとライバルになって取り組むアマゾン輸出においては、世界の標準的な戦い方、ね、みんなが何をやってるか、それを知らないと当然儲からないということがあるんで、シェアさせていただきました。アマゾン輸出で効率よく儲けるならチェックすべき3つのポイント。これを間違いなく実行するためにはですね、転売アカデミーのサポートをお受けになることをお勧めします。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。